こんにちは、ニョギャオ仲間です、ご無沙汰しております、今日もですね、大工の基礎を学ぶシリーズから、コラムの建築金物についてお話をしたいと思います、建築金物っていうのはこういう梁を受けたりとか、まあ、なんかこういうプレートのもので、柱と土台を固定したりっていうようなものですね。でそちらの方を、お話をしたいと思います。で、まあ、今日はこのカタログを使ってですね、建築のメーカーが出しているカタログなんですけど、まあ、これを使ってこう話をしたいと思っています。これめちゃくちゃ便利で、そのまずどこに何を使えばいいのかっていうのも書いてあるし、取り付けの注意事項とか取り付け方法とかっていうのも書いてあります。なので分からなかったらぜひカタログを見てください。で、まあ、今回はその細かい取り付け方法とかではなくて、まあどういうものがあってどういうところに使うのかっていう大枠の話、あとはリフォーム用ですね、リフォーム用の金物っていうものもあるので、そちらの方もご紹介したいというふうに思っています。ということで、よろしくお願いします。では、この田中さんというメーカーのですね、カタログを使ってお話をしていきます。で、この田中さんのカタログのすごいいいところが、この金物インデックスですね。これの図を見れば、どこで何を使えばいいのかっていうのが一覧で出ています。で、まあ、これ見るだけでもすごい、カタログの価値があるかなという感じがします。すごい金物っていっぱいあるじゃないですか。でも、この種類的に分けたら、これだけしかないですよね。11種類しかないんですよ、用途的には。で、それぞれにおいて、また細かくタイプが分かれているので、すごい無数にあるんですけども、まあ、用途としてはこの11種類集約されているという感じです。で、まあ、どういうところで使いたいのかっていうのを見れば、これを見れば分かるというふうになっています。では、火打ち金物からいきます。火打ち金物は、火打ち金物っていうのは、この、ここですね。この建物がこうあったときに、この、直角を保つために使う斜めの材料ですね。はい、ですと。で、大きく2種類あって、このボルト止めって言って、このボルトを使って止めるタイプと、ボルトレスで構造予備数を片側6個、計12個使って止めるものです。はい、で、あとこれ、なんか筋交い金物をつけてくださいって言った時に、なんか適当につけるんじゃなくて、これちゃんと測って止めてくださいね。この面から600、面から600に印つけて止めるというふうになっています。はい。まあ、これが筋交い金物ですね。で、次に羽子板金物。羽子板金物ってこういうもの。すごい、新築だともうこれ大量に占めるんですけど、はい。これが、羽子板金物っていうのはこういうもので、この、まあ、要は、この T 字とか L 字でかかったときに、それが抜けないようにですね、横のものを抜けないように固定したりとか、柱と防火材を抜けないように固定したりっていうものです、はい、でそれもボルト締めとビスタイプがあったりとか、あといろんな種類があります。あとこのタイプ、このボルトの部分がなくてここだけのものっていうのがあるんですけど、こういうやつですね。これ何で使うかっていうと、こういう両引きといって、防火材貫通させて土台同士を引っ張るみたいな、柱同士を引っ張るみたいな時に使ったりします。はい、はい、次に短冊金物の方です。はい、短冊金物というのは、こういうふうにですね、まず継ぎ手、まあ有田とか釜でこの長さを継いだ時に、それを補強する時に使う金物です。片面使いで10キロニュートンで、両面使いで20キロニュートン、21キロニュートンの、力が出るというものですね。あと長いタイプを使えばこういうふうに、その柱防火材といって桁とかを通り越して、柱同士を結んだりっていうようなこともできますよという金物になっています。でこれ注意していただきたいのは、これ柱と土台とか、桁とかを止めるものがあるんですが、これ要は長さが違うんですよ。これ柱用のもので、これは120しか長さがありません。120しかないです。で、それに対して短冊金物というのは短い方でも250なんですよ。なので倍以上、これの倍以上ありますというようなものなので、この間違ってこの柱用の短い120とかのものを継ぎ手ですね。で、使ってもあまり意味がないというふうになるので、気をつけてください。まあ、意味がないというのは正しい使い方じゃないですよということですね。はい。で、他にも、分厚いタイプとか、L 字で曲がった角で使うものっていうものもあります。次に柱受け金物、まあ、こういうものですね。こういうふうに柱を受けるもので、これこの懐の深さがそれぞれあって、その使う梁に合わせて選んでください。で、あとこの
柱受け針受け金物と大引き受け金物のこの何が違うかっていう部分なんですよ。これ基本的には同じなんですね。その横からこうやって来るもの、横から来るものの荷重をここで受けるっていうものなんですが、その大引きと針で何が違うかっていうと、その要は基礎の部分なんですよね。あ、まず針受けですね。まあ、針受けもこういうふうに針がドンってくるというところに、使う金物です。で、羽子板ボルトをかわしていけるように、ここに穴が開いてたりっていうふうになっています。で、それに対して、大引き受けっていうのは何が違うかっていうここなんですよね。この大引きって基礎が出っ張ってるんですよ。その面じゃないんですよね。その土台があって基礎がこういうふうに出っ張ってくるんで、それをかわすようにここがえぐられてるというか、ここですね、ここがこう内側に削れて入ってるという形になってます。なので、針受け金物、まあ、上の2階の針とかを受ける金物を基礎に使おうとしたら、その基礎が出っ張っててつけれませんみたいなことになったりします。なのでそこ用途が違うので、気をつけてください。はい、で次にアンカーボルト、まあ、基礎周りですね。基礎周りで使うものの話をします。基礎で使うアンカーボルトですね。は、まず2種類あって、M16 と M12 っていう、まあ、太さが違うよっていうのがあるんですが、M12 というのは基本的に基礎と土台を固定するために使います。それに対して M16 の方というのは基礎と土台を通り越して柱ですね。土台を貫通させて柱を固定すると。まあ、横から見るとこういう感じです。基礎と柱、建物自体をがっちり固定するっていう意味で使うのが M16 の太い方のボルトになります。これが住宅の四隅とか要所で入っているんですが、まあこれもこのカックンってなってるのはその基礎って鉄筋が流れているのでそれをかわすように曲がってたりと か, なんかそういうような種類があります。あとは構成塚ですね。構成塚もいろんな種類があるんですが、基本的にはその開発時期が違うというかちょっと進化しているという感じだと思います。あとこれ下、コンクリートビスで止めたいとかもするんですが、マニュアル上はボンドで固定するというふうになってるんですよね。はい、あとこれ働きといってここですね、まあ、この145から198までとか、あと800から1500までっていうふうにその働きですね、使える有効範囲というのが決まっているので、必要に合わせて、必要なものを選ぶという感じになります。次に座金ですね。基本的にはこの羽子板のところとかに使うんですが、これこのままナットをこういうふうに木材があってナットをこういうふうに締めていこうとしたら、このナットが木にメチメチメチってめり込んでいくんですよ。でそれをないようにその受ける面積をつける、この荷重を受ける面積を広くするという意味でこの座金をつけてナットをこういうふうに締めていくというためにあります。で座金にもただのこの輪っかだけのタイプのものと、上にスプリングですね、このバネがついているタイプ、これですね、こういうふうにスプリングがついているものがあります。でこのスプリングがついていることでその外側に開こうとするので力がかかっていて緩みづらいと、緩み防止のためにスプリングがついているという感じです。あと他にこの基礎と土台を固定するときに使うものとして、このスクリュー付き座金っていうのがあります。でこれはまあこういうもので土台をブリブリブリっと掘りながらこれが入っていくという感じのものになってます。でこれを使うとその土台とフラットでできるんですよね。普通の昔のアンカーボルトだとこういうふうに座金とナットのこのネジの部分が出てきちゃうんですよね。これが出てきちゃうと床張るときに邪魔になると、こういうふうにこういうふうに張りたいのはここ出てると邪魔じゃないですか。なので、辛い位置になるように、メリメリと入っていくというタイプの座金になっています。あと柱結合、これもすっごいいっぱいあります。でまずカス貝、カス貝よくありますよね、まあ、こういうふうにコアカス貝みたいな感じで言うやつのカス貝ですね。はい、です。あとはこういう L 字になっているものとか、 あとこれですね、フラットプレート状のもの、これプレート状のもので、防火材と、柱を、こういう形で留めするものなど、これもすっごいいろんな種類があります。あとここですね、この2つコンパクトコーナーっていうものでも、このこれとこれ何が違うかっていうとビスの長さが違うだけの話なんですよ。でこれは、
構造用合板といって防火材、まあ、土台とか桁に構造用合板を乗せてその上に固定するために、用意された金物です。でそれはビスが長いです。この構造用合板分あるので100ミリのビスがついてきます。でそれに対してこっちというのは、構造用合板ない状態で貼るのを想定しているので、まあ、ビスが同じ横も上も同じビスをが用意されているというような感じですね。でまあ、ちょっとずつ、用途が違うというか、種類が違うっていう感じになっています。まあ、詳しくはカタログの方を見てください。次に、ホールダン金物ですね。ホールダン金物というのは、ここですね、この基礎から来た M16 の、アンカーボルトというもの、 M16 太い方ですね。それを受けるこっち側の受ける方の金物のことですね。まあ、こういう写真で見るとこういう風になるんですけど、こっち側の話です。何キロニュートン耐えれますかっていうところで、いろんな種類があります。でこれも、まあ、伸縮度だとかだと構造計算で、何キロニュートンのもの以上を使ってくださいというのが出るので、それに応じたものを使うという感じになっています。続いて、筋替え金物ですね。筋替え金物というのはこの住宅がこういう風に横揺れしないように、斜めの部材を入れてカチッと固めるというこの筋替えという重要な部材があるんですが、それをさらに固定するための金物です。でこれもいろんな種類あるんですよ。はい、でここですね、この筋替え金物っていうのがいろんな種類あるんですよ。何種類ですかね。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 種類かなぐらいあるんですよ。なんでこんなにいっぱいあるかっていうと、その筋替え金物って結構厄介なんですよね。この例えばこういうふうにホールダンがあったり、ホールダン金物があって干渉したりとかって、すごい付けにくかったりとかっていう場合があったりするんですよね。そのどういうふうにやったら付けやすいのかみたいな感じで、いろんな種類が開発されているという感じですね。まあ、例えば内側に入れる、こういうのとか基本的にこの内側に入れるものだったんですけど、そうじゃなくてこの外側ですよね。こういうこのプレート状のもので外側につけるっていうタイプのものもあります。筋替え金物って結構止めるの厄介なんですよ。だからその分なんかいろんな商品が開発されていて、必要に合わせて適材適所のものを選ぶという形になっています。で次にタルキ用の金物。タルキっていうのはこの屋根を構成するこのタルキという部材を固定する、まあ、風でボーンって屋根がぶっ飛ばないようにですね、固定するための金物です。こういうふうにタルキを固定する、こういうふうにですね、固定する。でこれも斜めのいろんな角度に対応しますよと。3寸勾配が10寸の勾配まで、対応、金勾配までですね、対応するというものですね。あと他にも、まあ、これとかよく昔使いましたよね。このタルキ止め金物、これこういうふうにつけるんですけど、あと最近だとこういうタルキックって言って、タルキをもう真上からブリ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 と沈めて止めるという、金物、ビス、長いビスですね、っていうのもあります。はい、まあ、とりあえずこれでこのインデックスのものはざーっと駆け足ですが、お話をさせていただきました。で他に今回おすすめお話したいのがリフォーム用の金物ですね。でこれ田中さんがなんか充実してるというか気がします、このリフォーム用の金物。でリフォーム用の金物って、そのリフォーム用って何があるかっていうと、その新築どこかだったらその躯体骨組み丸裸なんでいろんなものがつけれるんですよ。外側にこのプレートなんてリフォームだとつけれないじゃないですか。その外側外壁仕上がってるので。なのでその既存の外側が仕上がってる状態とか、まあ、壊さなくてもうまくつけれたりとかっていうような工夫がされてるっていう金物ですね。これとかはこの天井、既存の天井が残っている天井の隙間から手を入れて固定できるっていう、これめっちゃ便利ですよね。こういうふうに長いボルトセットで売ってるんですけど、あ、長いビットか、長いビットセットでこれを使ってこう手をこういうふうに入れて固定できると。あとはこの柱交換用パイプっていうのは、柱、まあ例えば腐ってて交換しないといけないとか、ここに柱がなかったんだけど柱を追加したいって言った時に、まあジャッキで建物ちょっと上げてこうズゴンって無理やり入れるみたいな、そのゴム袋でほど付けてっていうのもできなくはないんですけども、そうじゃなくてもうこれ芋で切ってまっすぐ切って保存の代わりですね。保存の代わりに、これの金物をかっちりと留めてあげるっていうような感じです。保存の代わりにこの鉄の部分を、刺して横ずれをしないようにというのと、
も兼ねてる。で片側はホールダウン使って片方はこの柱交換用パイプコーナーを使うというようなものですね。あとはこれも便利です。リフォーム用箱板。でこれも箱板ボルトってこの躯体通り越してこっち側止めないといけないんですけど、そう外壁仕上がってたらこれつけれないじゃないですか。でそういう時にこの柱を貫通させないでこの受けだけですね、この受け側をブリブリと固定して、箱板をつけることができると、こういうことですね。受け座を止めてこっち側もボルトを入れて、固定するということができるというものになっています。でこれで11キロニュートン耐えれますよというものですね。あとこの砲弾コーナー、この L の金物なんですけど、でこれも、先ほど言った箱板みたいな用途として、このコーナーに入れてあげるということができるという金物になってます。でこれで13キロニュートンいける性能的にはあるらしいんですよね。だから意外とこのホールダウンリフォーム用のこの金物よりもホールダウンの方が強いのかなという感じですね、はい、あとは値段の問題とかもあるので、まあ必要に応じて選んでいただければと思います、はい、特にこのホールダウンとか箱板っていうのはこのリフォームの時とかってこの防火材がちょっと開いてきてるっていう時とかにこれ締めたいっていう時があると思うんですけども、でこういう時に使いやすいかなというふうに思います。はい、ということで、金物のお話の方をさせていただきました。で詳しくはですね、具体的な止め方とか、対応力とかというようなカタログの方をぜひ見てください。はい、ということで、なんかすごい久しぶりに撮影したんですけど、こんなに喋ると喉痛いですね。もう今喉痛いですもん。はい、こんなに何分ぐらいですかね、これ20分ぐらい永遠と喋ってるんですよ。だから結構喉が痛いと。なかなか最近 YouTube 更新できてないんですけども、まあ、春になって、雪解けてからすごい急に忙しい、仕事がいっぱい詰まってるっていうのもあるんですけど、その仕事忙しい上にさらに俺の体の調子が悪いっていうのがあって、全然大工仕事が回らないんですよ。その腰今年も特に腰やっちゃって、で腰が痛くても全然動けなくなっちゃって、で腰痛いなと思ったら今度首痛くなっちゃって、もう3日間ぐらい寝込んでましたからね。本当首全く動かなくて、寝返りも打てなくて、そもそも起きれないみたいな感じになっちゃって、あんまり得意じゃなかったんですよね、その整体とか針とか。いや今日針行ってきたんですよ。今日針行ってきて、そのなんかちょっとした隙間時間できたんでこれ撮ってるんですけど、なんか針とか整体とかってなんか他人に何かしてもらうんじゃなくて自力で治したいみたいなのがあって、なんかわかんないですけど、でなんかストレッチとか一生懸命やってたんですけど全然良くならないし、その首痛いとか腰痛いって腰とかその股関節とか首のなんかその部位、そこのストレッチとかやるじゃないですか。でも今日病院行ったらなんかこうその、首もそうだけど肩かのこの全体、この辺の腕全体がなんか突っ張ってるみたいで、もう硬くなっちゃってるみたいで、で慢性的な問題だねって話なんですよね。だからそう、なんかやっぱ大事ですね。ちゃんと見てもらうというのは大事だなというふうに思いました。体は資本ということなので、体をいたわりながらですね、やっていきたいというふうに思っています。はい、やっぱ40を過ぎるともう本当40を超えてからですね、急になんかいろんなとこ痛くなってきて、思ったら俺今年厄年かもしれないですね。これ厄年ですかねよくわかんないですけど、ということで、皆さんもお体の方お大事にしてください。はい、ということで今日どうもありがとうございました。